はい、どうも、ティカでーす。はい、というわけでね、マリオカートの動画撮っていきたいなと思います。というわけでね、今回はね、ベイビーマリオで来てみましたと。で、なんだっけ?名前が出てこない。あ、カート。カートは、今回空豆で来てみましたと。いうわけで、まずは、サンシャインクーバーだったかな。試合もやっていきたいと思います。というわけで、まずはバナナをぶつけて現在3位と。さあこれどこで使おうかな。前にゴールドとワリオ、あワリオちゃん悪い字がいると。ここオッケー。あでもアイテム取られたか。まあいいでしょう。さあというわけでよいしょ。ちょっと遅かったか。さあ2周目に。あーもったいない。さあーテレサー。さあさあさあ前の1。青きたねー。お、あれはもしかして落ちてったな今。さあというわけで1位に躍り出ていくと。よいしょ。さあなんか防御まあまあ悪くない。爆弾。横から来たんか。まあしゃあないな。え、くしょ、後ろか。さあファイナルラップ1位でいくというところで、どうかな、これ1位取れっかな。コインを集めていくと。さあ青くんなよ。あれバナナどこ行った。切り離しもうたか。これはまずい。バナナあそこで切り離した。まずいかな。いけっかなこれ1。後ろは微妙に差開いてんのか。さあアイテム1個やが、いけんのかこれは。いけそうやね。オッケー、なんとか青逃げ切った。危なー。というわけで本日1本目1取れましたね。さあというわけでね、2レース目やっていきたいと思いますというところで、さあというわけでね、ロビーの方では王冠をかぶっておりますと。さあ2試合目やっていきましょう。ドラゴンロードやね。さあここはなー、結構なーくねくねしてっからな。3、2、1、ゴー。全然加速せん。この組み合わせってあんま加速せんのかな。まあいいや。さあさあさあ、よいしょ、オッケー。危な。赤キノコ今切り離さんかったかな。離してねえなー。さあさあさあ1位で赤持たれるとな、めんどくさいから壊すか。さあそしてインを抜いていって1位というわけで、うわー1人あれやんな、結構離れてるからサンダーとか振るかもな。待って青きた。巻き添えと。あれどうなんやろね、あれだけ離れてたら先行っちゃった方がいいんかな。いった。そんな反射方法ある。さあというわけで現在6位と。え、何あー危なー。てかまた青いったな。よいしょ。いやー自然燃えんかったか今。というわけで2周目5位と。さあファイナルラップ。
よいしょ。いやー、今アイテム回復してたな。危ない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 、しずえやり返された。さあさあさあ、というわけでファイナルラップ現在3位と。ちょ待って、ブーメラン、ブーメラン、ブー、あー待って、アイテムない、うわ最悪、これ最後じゃなかった、このアイテム、うわやったわ。さあインを抜いて、インを抜いて、インを抜いて、ちょっと、え、危な、4位、今緑当たった、まあいいや。さあ2レース目4位というわけでね、レートが2257まで上がりましたね。というわけで3レース目いきましょうと。さあというわけで本日3戦目はパックンスライダーですと、 DS のコースやね、3レースか、3レースのコースやね。というわけでね、やっていきたいなと思いますと、2、1、スタート。よいしょ。さあさあさあ、あーアイテム取れんかった、蛇行運転。さあさあさあ、うん、ここまでアイテムなしと。さあアイテム取れて、最初のアイテムはファイヤーか。さあ全部ファイヤー後ろにあったが、そんなに変わらんかったかな。おっと、骨クッパー、おっち、骨クッパー取るか、それ取らんかと思ってそっち行こうとしたら軌道修正で取りに来たか。というわけで1周目4位でフィニッシュと、フィニッシャーね。さあ2周目、アイテム、アイテム、 OK、 ナイス。うわー、アイテム、せっかくアイテム取れたのにな。あー、落ちちゃった。さあ、なに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 、そういうことね。なんで止まったんやろうと思ったら、そういうことか。さあというわけで3位で2周目終われるかな。よいしょ、3位やね。ん、あ、びっくりした、キノコか、赤さんかと思った。さあというわけで3レース目、アイテム取れたけど、あんな食われるかと思った。さあ赤コーラと、おいちょ、せっかくの赤コーラが取られた。よいしょー、曲がりきった。さあ、あー結構投げれた、まあいいや。1、2、さあどうしようかな。いやー緑持ってるけど、うわー無理か、惜しい。いやー、というわけでね、3周目は2位でしたね。3周目じゃない、3レース目は2位でしたね。いやー最後惜しかったなー、いけっかなーと思ったけど、ギリギリ持ってかれた。レート14000、18000、すげえな。というわけで4レース目いきましょう。さあというわけで本日ラストゲーム、ドーナツ平野3やったかな、確か、やっていきたいなと思います。というわけで、さあラスト1位取れっかなー。まあ1回1位取ったんでね、いっちゃいいんですが、まあこのねレースも1狙っていきたいなと思います。さあというわけで、あーアイテムなしか、きっつ。さあ漁夫の利かな、まあいろいろあって現在1位と。いやでもキノコ勢が2人来た。さあ1周目1位で終了。さあ2周目いきましょうと。バナナの円筒がなんか一瞬見えたけど、まあいいでしょうと。さあさあさあ、あーバナナ取られた、最悪。
さあ赤切ってるね。あー抜いてったな。ってことは今2位やな。2位やね。やばい、パックンフラワー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 、危なー、食われるかと思った。よいしょ。1位はあーちょっと前やね。赤いい、緑に、緑にはきつい。え、なもうおなんか、マジか、きつ、それは。それならショートカット行けばよかった。危な、いやマジか、それはきついな。やべ、ミスった。6位かな、6位かな、6位やね、6位やね、6位、危ない。いやーそうか、あそこでサンダー来るならまあそやな、ノーアイテムショートカット行けばよかったな。まあいいでしょう。というわけでね、今回のマリオカート8デラックスの動画この辺で終わりたいなと思います。今回の動画楽しそうだったよと思ってくれる方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回の動画この辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。